この番組は、質問型営業という、ね、営業法を通して営業マンの皆さんにより成果を上げていただけるような内容をですね、いろいろご案内をさせていただいております。今日は新見産業さんのね、この間部長に出ていただきましたけど、この4人のスタートはね、研修をさせていただいたということなんですけど、その中でも特にこの4人の中でもね、極めつけの営業の方谷口さんでございます。はい、この4ヶ月5ヶ月の間ですごい営業がねできるようになったっていうかね、社長が私を直に呼び出して、青木先生どんな教え方をしていただいたんですかって言って、目をうるうるしてね、お尋ねいただいたという、ね、それぐらい飛躍した奇跡の人なんですね。どんな感じだったのそれ。辛い毎日でしたよ。本当に人気は取れ取れ言われますし、取り方もわからんし、それは取らなあかんからお客さんのところ行きますけど、何にも話も聞いてくれんし、毎日7年間やからね。でもまあ7年丸ごとじゃないけど、特に直近の3年とか4年はね、うちの会社は当然既存のお客様のフォローと新規の顧客開拓という部分がありますけど、まあ既存のお客様はまだ大丈夫なんですけど、とにかく新規の周りっていうのが本当に嫌でした。どんな感じでやってたんやったらね、こんにちはって言って入ってって、怪訝な顔されますよね、まあ、当然、誰が来たんやって、で挨拶して、パンフレット広げて、うち間に合ってるからいいよ、それの繰り返しみたいな、はい、そういう悩みの中でね、営業がスタートしたんですけど、それでね、同行してみたんですよ。どんな風にやってるのかなと思ってね。逆にそういうイメージですよ。こんにちはって、広げてみたいな。そう。これはもうどこでももう何回となく話してるけどね。飛び込みをして最初の、まあとりあえずやってって言ってやったら、もう最初の3件がね、ことごとく断られてね。ひどい営業やったね、あれ。あれが日常でしたからね、7年間の。何しろ一件入ったの今でも覚えてんだけど、そこに上司がいるんですよ。それも大して年の差も変わらないね。女の子が受付して、谷口さんが名刺渡したら、ちょっとお待ちくださいって言って、もう数歩歩いてそこの上司がじーっと見て、その後に手が出てきて、私は隣で頭から湯気を出してたっていうね。それが午前中ねあって、それでもうこれはいかんということで公園で練習したよね。そうですね、はい、アプローチっていうのはこうこうこうでこういうふうにやると、何回も練習したんですよ、この入り方とかね、ロープレもそうですけど、ロープレ以前の立ち振る舞いであったりとか、発声の仕方であったりとか、そういうところから教えて、それで出てきたらどういうふうに言うかとか、それで何回もやってよし OK ということで、そこから出かけていったんですよ。そしたら奇跡が起こったんですよ、そこからもう5件6件と ね行ったら全部担当者が出てきたんですよ。びっくりしてたよね。びっくりしました。どう思った、あれなんでって思いました。こんな分かりやすく変わるもん。相手の反応が変わりましたね。自分は見れないんで何が変わったかっていうのは具体的には分かんないんですけど、あんだけ断られてて本当に情けない思いしてたのが、やり方変えただけでさ、みんな出てきてちゃんと対応してたもんね。そうですね、はい、最初の一言から変わった。そうです。前はこんにちはみたいな感じで、よくイメージする営業マンというかそんな感じだったんですけど、もっと声をトーンを落とせと、低い声にしてこんにちはというような、それだけはまず変わりましたね。それだけじゃないと思いますけど、その後はトン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 と。私もびっくりしましたけど、何しろ3件断られてその後の7件が全部つながったからね。奇跡ではないんだけど、切り替える一つの神様が与えてくれたんちゃうかと。神様に見えますけどね。そっからその日一日帰ってどうやったんですか。やっぱり結果が出てきてるので、ちゃんと今回の研修はもうしっかり言われたことをやっていこうというふうにまずは思いました、ね。
研修をやりながらやり方を変えていったわけですよね。そうですね、教えていただきながら、うん、まずはもう言われた通りに同じようにやっていこうというふうに、うん、愚直じゃないですけど、うんうん、自分のスタイルなんかも一切挟まず取り組んでいきました、はい、うん、でどうなっていきました。まずお客さんの反応が変わると、うん、で変わると、まあ、こちらも楽しくなりますし、はい、最終的には結果がついてきてきましたので、まあ、運よくそうなってくるとさらに自信にもなってもっとこれは極めていかないといけない。7年間1件もそれこそ取れなかったのが研修の3ヶ月目ぐらいに3件決めたっていう話でしたよね。そうですね。どう思いましたそれ。嬉しかったですね、うん、もう本心で言っちゃえば。いやそれは嬉しいでしょ。小中大と規模も大きくなって契約が、うん、取れてったので自分の自信にもなりましたし、うん、今まで取れなかったのがそのやり方を変えて取れるようになってどんなことを感じました。やり方とか牧先生いつもおっしゃられるお役立ちの精神であったりとか、うん、そういった根本の部分が間違ってたのかなというふうには思いました。うん、今まではなんとか取ろうというばっかり思ってたみたいなとこ。そうですね、まあ、自分本位でしたね。お客さんのことは一切考えてなかった部分もやっぱりいますので、うんうん、お客様のことをまず考えてっていうような思考は変わりました、ね、180度、ね、でそこから3件取れてまた何ヶ月後にものすごい大きな契約を取れてっていうその時ですよ。社長に呼ばれて先生どんな教育していただいたんですかと。もうそこから6年経ってるよね。成績を上げてリーダーにもなって。ありがとうございます、ね、奇跡の復活復活ってでも上の人がこうなるけど本来能力はみんなあるんですよ。そのやり方が分かんないからできないんでね。だからそういうことでは復活みたいなところもあるかもしれない自分ではどう今感じですか。気持ちは6年経ってもともと人に感謝されることは結構嬉しい、うん、まあみんなそうやと思うんですけど、うん、今までずっとやってきた営業っていうのはそういったものをもらえないような営業をしてた。研修受けてそういったものをもらえるありがとうっていう感謝をいただけるような営業スタイルに勉強させてもらいましたので、うん、自分にも合ってるし、うん、やってて嬉しい、うん、楽ですし、うん、それはもうすごく感じますね、うん、そういう状況からどんどん役職が変わって今活躍してるんだよね。頑張ってます活躍できるように。気持ち的には今後に対してはどうなんですか。先ほど出た結構大きい会社さんからはですね、うん、まあ、最初のその質問型というような営業の仕方のおかげでもあってですね、うん、ものすごくいい関係が今築けています。もう向こうから仕事がもう勝手に来るような状況ですの で当然お客さんのためを持ってそれはちょっとうちじゃない方がいいかもしれないですねとか、まあ、それだったら任せてくださいとか、そういったような関係のできる会社をもっともっと増やしていっていきたいなっていうふうには惚れ込まれたよね。おかげさまで、ね、すごいね本当に奇跡の復活をしていただいた谷口さんにありがとう。もういろんなところで私はねもうこの方のお話をねさせていただいて新見産業の谷口さんって言ったらもう全国的に有名なので、ね、最後に一言質問型営業ってどんなんですか。あるいは営業でもいいですよね。質問型営業はですねこんなこと僕が言うのもあれですけど営業のあるべき姿なんじゃないかなっていうふうには個人的には思う、うん、活躍をしていただいてますけど、はい、今後は自分自身はどういうふうにしていきたいとか会社でこれから活躍していきたいとか何かありますか。こういった関係づくりを作れるような営業マンにしてですね、新見さんに任せておけば大丈夫だとかですね地域における会社になっていけたらなと。いやいうふうに思ってます。素晴らしい、はい、声も本でもねそんな大きくないもんね。自然体やな。そうですね、もう力抜いて、ね、それが非常にいいですね。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。